こんちゃっすー、どうもハジデンだよーと。はい、というわけでパズドラ、クラジハイランキングダンジョンがまた来てしまいました。最近ほんとね、パズドラ欲が強すぎて、僕がツイッターにいないときはほぼ8割強ぐらいパズドラをしてると思っていてください。はい、というわけで見ての通りランクも多分ね、ガンフェスの時620ちょいぐらいだったんですけど、今もう684まで来てしまいました。だけどクラジハイやっていきましょう。落ちコンがありません。落ちるコンボがありません。で、待って、で、あとはもうね、結局ね、2パターンしかないんですよね。7、6番面作ってたくさんコンボしていくパーティーか、もうなんか1コンボとか2コンボ3、4個わかんないし、なんかパパパってもうスピードでいくパーティーで、僕はとりあえずもうスピードでいくパーティーで組みました。なぜかというとパズルが下手だから。いやでも結局ね、7、6番面がいいんでしょうね。とりあえずやっていきましょうか。いやでも俺はね、これしかないと思ってんだよな。うん、ってぐらいの、もう3コンボぐらいでパパッと突破していくパーティー考えろ。遅いな、もっと、あ、待って、やばい、もう一回やります。もうほんとにスピード勝負よ。キー持ちって、キー消さるために倒せる、はいっていう感じで、もうほんとスピード勝負です。コンボ数関係なくいくパーティー。いや関係あるんでしょうけど、多分もうとりあえずね、火を消せば倒せれたはずなんですよ。はい、どうしようかな。うん、雑に3コンボだな。ほい、やべ、3コンボしかしてないけど、それでも勝てるのです。2コンボしかしてないけど多分勝てるはず。頼む、頑張れ。 OK、 もっと本当はコンボしたいんだよな、俺の気持ち的には。やべやべ、どうしよう、トラブったっていうのがもうね、遅いんでしょうね、きっと。やばいぞ、欠損してんな。本当はここで木を作りたかったんですけど、なんとかいけました。次はもう闇を作ればなとなります。おっしゃい、さあ最後ね、覚醒無効してくるんですよね。はい、6号に継承してるんで、これでパッとやって、光と闇をパッと作って、ここからです。ああ遅い、初動が遅い、始め初動が遅い、初動が遅い。ああ、もう最悪じゃんこれ。くさ、これでね、10コンボできれば一番いいんですけど、できなかったらこんな感じになります。ちょっと何回か戸惑ってしまいましたが、これで大体124,000。遅いし、多分コンボ数がね、そもそも大したことないんですけど、うわっ、もうやられそう。もう一回やりましょう。いきます。OK、 3コンボ、5コンボぐらいしたいんだよな、本当は多分。まあ気持ちで耐え、やばい、3コンボだと少ない。もっと道を見つけ、あれ攻撃されてんじゃん、やばやば、もうダメだ。たまにね、キラーぶっこんでも勝てない時があるんですよね。やっぱ7、6番目の勝負かしら、今回も。っていう感じでございます。はい。多分これもどうしようもないんで、最後まで見せないんですけど、7、6番目難しいんだよな。一応、イルミナとか持ってるんで、多分やろうと思えばできるんでしょうけど、スキル、プレイヤースキルがそもそも伴ってないんで、いや、僕はちょっとスピードでどこまでいけるかってとこでしょうね。スピードさえ縮めればだと思っているんで、これだけ最後までいこっか、どうせだったら。意味ないけど、下でもっと組めたな。どっちがいいんだろうな、パズドラの常識が分かんないんですけど、コンボたくさんした方がいいのか、それとももうほんとピョンピョンつって一瞬だけ触って3、4コンボ3コンボとかしてた方がいいのか、どっちがいいのでしょうか。誰か教えてください。闇が、
ゃ最後だけ綺麗に決めておりましょう。心の目でここ待って遅すぎ初動遅すぎやばい笑えない初動の遅さですがそこしちょっとはいというダメだもう話にならん。